美味しいっていう一言がまず出るんです、はい、とある日広島市内で行われた試食会。この肉感を出すのはちょっとこちらで表現するのは難しいかもしれないですね。みんなが作ろうとしているのはこれまでにないカレーパンです。私のイメージする中で一番肉感というかジビエの肉感が感じられたのは、まあ、こちらの商品です、うん、ジビエのカレーパン。企画したのは片岡誠さん。三好でイノシシやシカなどのジビエを販売しています。そもそもこの事業を始めたのがですね、野生鳥獣による鳥獣被害が私たちの地域もひどくてですね、鳥獣対策の一環として、始めました。近年県内では鳥獣による被害が増加しています。5年前は3億円台だった被害額が去年は5億円を超えました。原因は中山間地域の高齢化により対策が十分に取れなくなったことなどが挙げられます。畑や田んぼを荒らしてるっていう荒らされた姿を見るとですね、せっかく農家さんが植えた作物が荒らされて収穫できないっていう現状を目の当たりに見ておりますので、なんとかしないといけないと思います。害獣の駆除とジビエの販売を組み合わせたビジネス、軌道に乗り始めた矢先コロナが襲いました。飲食店さんが、コロナ禍の中休業とか時短営業されておりますので、ジビエとしては非常に注文が減りました。この1年半っていうのは。そこで考えたのがコロナ禍でもテイクアウトで販売できるジビエのカレーパン。それぞれ全く毛色は違う、特徴が違うと思うんですけど、ね、ワイルド感だったりとかピリ辛感だったりとかをお題でいただいたので、それをちょっといろいろ散りばめながらの3種類さ、はい、制作を委託されたのは大瀬戸久志さん。広島市内でカレーパンの専門店広島カレーパン研究所を経営しています。年間およそ100種類以上のカレーパンを作るカレーパンのスペシャリスト。しかし今回の依頼には頭を抱えました。今回はイノシシとシカを使ってほしいということで、そのあえてこの合いびきミックスして、その割合ですよね、うん、割合とかにもいろいろ研究を重ねて、で最高のパーセンテージ割合を決めて、臭みが出ないようにとか脂身もあるようにとかいうのをちょっと苦労しました。ジビエ感を出しながらも独特の臭みを消さなければなりません。作っちゃ食べての繰り返し で、うん、でこれでやっと形になったんで、3種類今回はご提案させていただいて、まあ、片岡さんに実際食べてもらおうということで、はい、試食会を今回しました。ジビエのカレーパンっていう、はい、イメージ。じゃあこれで、はいはい、ジビエを使ったカレーパン。コロナ禍での害獣駆除とビジネスのマッチングが鳥獣被害を減らす新たな一手になるんでしょうか。